まあ、でもみんな他の人が勝ってね出たのは結構そんなにほら前からじゃないすごいな、まあ、だからちょっと苦しんでるからね。そうそう、多分でもここでちょっと下がってるから、なんかこう、なんていうの、牽引力悪いじゃない。悪いですよ。でね、4軸あってもね、2軸しか当たってないんですよ。そうでしょ、浮いてるからね、うん、知らない、浮いてる、出ていく。くまちゃん、俺は大したもんよ。でもそのこの子はかなりきついんだから。それとね、変わらへん。これはすごいわ、絵になるな、このちっちゃいやつ。ないけすぎ、まあしゃあないなって思ったんですよ。10g? 10g、10.3 とか4やん。これとりあえず貨車1秒だけ引っ張ってみたら、スーッとなんかちょっとずつちょっとずつね、やったんですよ。ほんでちょっと調子に乗って 26m のあの普通の客車ありません。だってあれ3秒引っ張ってみたの。こんな引っ張ってから。だって 10g 台の動力車ってないでしょ。ないです。だからレールバスで20。そうでしょう。20が21かなんか。21ぐらいと思うんですね、レールバスで。あれ全然引っ張りませんからね。あれ引っ張ってもやっても。あれわからん。あのね、あの人商売いけないんですよ。突然あんたペイパルで支払いできんやったらペイパルで支払い可能っていう変じゃない。あ、これ旧東ドイツです。へえ。これ西ドイツじゃないです。あ、そうなの。うん、当たり外れがあるんですよ。いやいや、でもな、結構東圏で